まあ、10億円あればどんな投資か使い方をしますか。今だったらニューヨークとパリとハワイで不動産とか買うかな。今安くなってるのと、あの土地が結局限られてる地域で、うん、で、まあ、あの価値が落ちなそうなところ。うんうんうん、まあ、ハワイは、その、まあ、あの島なんで土地が限られてるんで、地価ずっと上がり続けてるんですよね。で、ニューヨークも基本上がり続けてるので。ヒゲさん10億円やったら何するの？若い起業家に投資をしてみるみたいなやつ。自分でやれば。西村くん、働きたくはない。うん僕ね、若い人に投資したいっていう気持ちが全く分かんないんだよね。なんで？ヒゲ、まあ、さんが言ってることの意味は分かるんだけど、うん、自分に置き換えた時に、うん、面白そうな感じが全くしないんだよね。絶対揉める気がするんだよね。ひよえりさんが20歳で僕がじゃあ43歳だとしましょう、うん、でひよえりさんに投資するってなった時に、うん、多分僕が判断した方がうまくいくと思うんだよね、うん、これはこうした方がいいよって僕指示出しちゃうと思うのよ。ああ、いいじゃない。そうすると多分ね、若いひよりさんと僕はいつか必ず揉めるんで、要はあの口ばっかりであいつ何もしねえじゃねえかみたいな。でうまくいってるのは社員にやってるひよりさんのおかげだとひよりさん思うんだけど、うんうん、僕の方は間違った方向にしないようにきちんと判断してるからうまくいってると思ってるわけじゃん。だから絶対揉めると思うんだよね。投資するときってさ、興味があって投資するわけじゃん、うんうん、で興味があるからね、口出しちゃうと思うんだよね。まあ、ひよえりさんがその若くしてうんこパワーを出したいって言って、うん、そのなんかうんこの美味しさを力説してるんだったら、うん、じゃあ面白そうから頑張ってって言って、うん、え、金くれるんすか。うん、ないまあ正直うんこバーをうまくいくね、俺は頭の中にないよ、そもそもうんこ興味ないから、うんうん、まあ僕もうまくいく方向をアドバイスできる気が全くしないから、ない